と、まあ、今回駒澤大学のホームカミングデーの企画で、はい、あの頃の駒澤大学サッカー部の話っていうのをもらおうと思いまして、まあ、事前に深井さん、秋田監督、お二人からも VTR を撮らせていただいているので、はい、まあ、一旦牧さんにはこちらを見ながら、分かりました、お話聞かせていただきたいと思います。はい、まあ、牧はもう体もでかくて目つきがすごい悪かったん で、 でちょっと髪の毛も染めて、自分が染めたわけじゃないと思うんですけど、自然と日焼けでちょっと茶色くて、悪口だな、なんかとっつきにくいやつがいるなっていう印象がありましたけどね。はい、まあ、すごい小さい子が大きい短パン履いて、まあ、サッカーでいうペナルティーエリア内は非常に上手で、あの早くて、駒大がやっぱりサッカーの名門になっていくには必要な選手かなというふうには思ったので、どっちかっていうと自分で見て個性のある子たちをいっぱい見て、有名ではないけど取ってきて、あのそれなりにみんな力を出してきたんで、そのやっぱ牧に関してもそうですけど、今出てあんまり物喋らないんで、弟はうるさいんだけど、兄貴の方はあんまり喋らなかったし、僕もそんなに喋ったことはないんですけども、やっぱり彼はやっぱ体が強いし、まあ聞くところによると水泳やったりアイスホッケーやったりしてたっていう話なんで、まあ体が頑丈で強ければいずれあのものになるんじゃないかなっていう。ですから、まあその時に、まあ、想像してた、夢に描いてた、まあ、でっかいのと小さいのがコンビ組んでやったら面白いんだろうなっていう感じは何回も思いましたけど、それがまあ現実になるとはちょっと思ってはなかったんですけど、でもそうなってよかったと思う。あのですね、あんまり、まあ、九州の田舎から出てきたんで、いろんな選手見たことなかったんですよ。はい、まあ、九州の中の選手とかもちろん見たことありますけど、で実際に来てみて、まあ、その試験もそうですけども、すごいうまいやついるなと思って、でもちっちゃいなと思ってたら、それが不快だったんですよね。でも他の選手もなんかこう、もちろんうまいのはうまいんですけど、その状況に応じたなんかこうプレーといいますか、すごく洗練されてて、あ、これが大学かと思った印象はありますね。この子たちの時はとってもやっぱり練習もきつかったと思うし、要求も高かったと思うん で、はい、まあ、例えば試合負けたら西ヶ丘からここまで来て練習したりとか、覚えてね、そういうこともしたこともあったし、努力していくには近道はなくて、自分がやっぱり重ねていかなきゃ魔法をかけられるわけでもないので、あの一つ一つ、それはやっぱり選手一人一人がやっぱりしっかりやってきた結果だと思って、まあ監督がうんぬんっていうのはないと。ただこの2人がすごいと思ったのは、2人で切磋琢磨してやってきて、深井は深井の良さを、牧は牧の良さを自分で見つけて、やっぱりそれをずっとやり続けた、それをとにかくこれだっていうのをやり続けていったっていうのはすごいと思うし、もっと言うと関東リーグで同時に得点王が出たっていうのも珍しいことだと思うんで、4年の時ですね、まあそれもすごいなっていうふうに、はい、やっぱ本人たちの努力、それからその時に関わった、まあ、選手たちもみんなやっぱり頑張ったんじゃないですかね。まあそういう意味ではすごく頑張ったと、駒澤のサッカーの歴史の一歩を作ってくれた人たちだと思います。やってましたもんね、いろんなことを。いや毎日つらかったですね。いやでもとにかく本当練習は厳しかったですね。特に走り期間とかはもうボールを使わずに
走る期間は地獄のような練習でしたね。まあでも、もう やらなきゃ終わらないし、どうせやるならみんなで、まあ言い方いいのか分かんないですけど、バカになって一生懸命やった方が自分たちのためになるしみたいな感じで、みんなで盛り上げて、まあよしやろうぜみたいな感じでやってましたけど、まあとにかくきつかったですね。まあきつかったな、きつかった、ね、もう本当に今もそうですけど、はい、秋田監督はその目指しているところが、まあ、究極に近いところがあると思うんですよね。それができたらどこだって優勝するんだろうっていうぐらい究極を求められていると思うんで、やっぱ求められるものは高い分、やらなきゃいけないことも多いし、きついし、走らなきゃいけないし、大変なんですけど、まあそのやっぱり秋さんが言ってることをまずみんなでやってみようよ、まあピッチの中でやってる選手たちは、まあ、とにかく最初やってみようと、無理だろうって思うんだけど、まずやってみて、でそれで結果が出なかったら話しに行こうよっていう話の中で、やっていったことが、少しずつ自分たちの中で形になっていったり、まあ牧がボールを一生懸命競ったボールを信じて本当に走る、でそれが自分のところにこぼれてきたものをゴールにつなげられるようになったりとか、みんなの思いを乗せてこうプレーにできてたっていうのが、すごくやっぱりこう強くなっていった一番のまあ要因だと思うんで、そういうことをすごくまあ今でも教えられてますね、はい、めちゃめちゃいいこと言ってますね。1年の時は最初左サイドハーフをやらされてたんですけど、まあとにかくこう走んなきゃいけなくて、で自分はもう攻撃に出てって戻ってまた攻撃に出てって、もうとにかくきついんですけど、もうきついからこうある程度のところまでいったらクロス上げたり、ある程度のところまでいったらパスしたりこうしたくなるじゃないですか、人間なんで。それでお前ドリブラーやろって言われて怒鳴られるわけですよ、タッチライン際で。いやマジかって思いながら、まあそこはもうはい頑張りますって言ってとにかくひたすらドリブルするっていう感じでしたけど、もう本当にきつかったですね、はい、それはすごく印象に残ってます。悪そうなのもいっぱいいましたけど、グラウンドではみんな純粋でサッカー好きだったと思いますよ。だから多分俺のことですよ、まあその反発心旺盛でふざけんなよ、じゃあやれよっていう、そういうものがまあいい方向に向いていったんだろうし、やっぱり、やった喜びみたいのもそこで、いや今日頑張ってよかったよって、今日頑張れた嬉しいなみたいなものも、まあ、自然に生まれてきたんだろうし、お前今日よく頑張ったなありがとうとか、お前のおかげで頑張れたよっていう、やっぱりそういう仲間意識っていうのも生まれてきたんだろうし、そのきついって言いますけど、やっぱりこのその仲間とそれを乗り越えるその素晴らしさとか、本当に優勝した時のあの時の感動、まあ、感動して流した涙というか、やっぱあれはもう他の何かではこう得られるようなものじゃないっていうものをすごく感じられた大学時代だったので、まあ、本当に貴重な経験ができた素晴らしい大学時代だったなと思いますね、はい。まあ、一番印象に残ってるのはやっぱ3年の時のインカレで初めてこの大学に入ってきて優勝して、うん、でその時に僕たちの同級生だけ集まって食堂でまあ、どんちゃん騒ぎして、まあ、警察やら救急車やら全然覚えてない、いろいろ来て、まあ、監督に言いに行くのが怖かったんですけど次の日にその、まあ、首謀者たち3人ぐらいで監督のところに謝りに行ったんですけど僕は行きたくなかったんですけどお前がいないと監督やべえからって言われて連れて行かれて、優しくなんですよ、本当申し訳ございませんでした、秋田監督は。それはもう本当にめちゃめちゃ怖かったし印象残ってますね。そういう時に限って牧とかそういうところにいないんですよね。そうよく分かってそういうところはうまかったですね。そういないんですよ、はい、大体もうよく見てましたね。もちろんトレーニングはきつかったですけど、僕は結構自分で苦しいこととかでも平気でやれるタイプで、
まあ、自分のためだなと思って、こう矢印を常に自分に向けて、いろんなきついトレーニングとかもやってたんですよね。4年間やっぱりそうやって積み重ねるわけですよ。で、まあ、1年目2年目は興味ないです。もう自分にしか興味なかったですし、だったんですけど、こうだんだんですね、こう周りがやっぱサポートしてくれたりとか助けてくれるんですよ。大学の授業とかでも助けてくれたりとか、僕はどっちかというと助けてもらう方だったんです、いつも、はい、サポートしてもらう方だったので、あの自分の中ですごくびっくりするぐらい変わってきて、はい、まあ、でも最後はなんかこういろんな人たちに感謝を持ってとか、はい、なんかこの人のためにとかってね思える自分がいて、これは4年間の功績ですかね。はい、人間って人としてやっぱりすごく、はい、あの、ま、気づきがたくさん増えましたね。いろんなことに対して気づけるようになりました。あ、僕はですね、まあ、僕も実は1個だけあるんですよ、秋田監督に。1個だけじゃないんですけど、多分いろんなこと言われたと思うんですけど1つだけ覚えてて、でやっぱり僕は足元あんまり得意じゃなかったので、でなんかこうブサイクなんですよ、プレーがスタイル的にも泥臭いし、で、あの綺麗にパスもできないし、で、まあ、なんかそれでこう僕も綺麗なプレーしたいじゃないですか。でその時にある時に、お前さって言って、いいじゃねえかって言われたんです。あのパスってつながればパスだから、どんなにブサイクでもつながればパスなんだよ、綺麗なインサイドじゃなくても味方につながればパスなんだよっていうのをふと言われたんですよ、その秋田監督のその言葉で、あの気づかされたと言いますか、それは覚えてますね。それは僕大学の中ですごく大きな言葉だったかもしれないです。まあ、プロ生活の中でもです、はい、サッカー人生の中でもすごく大きな言葉でしたね。マキとはあんまりそういう話はしなかったですね。なんか、うん、どうちょっとどうすんのとか、それぐらいな感覚ではちょっと話したかなぐらいですけど、深い隠すんですよ監督は。もう本当教えてくんないですよ、お世話になって、当時 J2 に落ちそうだった柏レイソルの方にちょっと行きたいなっていうことを、うん、まあ、話したりとかしてて、であの何回か食事行かせてもらって本当にいいのかって話だったりとか、で、まあ、僕自身もすごくいろいろ悩んで、まあ、相談させてもらって、これを受けて、まあ、結局はあの鹿島アントラーズに行ってまあ今でも良かったなと思いますけど、あ、はい、あの非常にその時はあのアドバイスいただきました。マキとも話しましたけど、マキはそんなにチーム来てなかったんで、そうそうそう、あの確か J1 では行ったジェフが一番上だったと思うし、うん、当時やっぱりオシムが結局監督だったので、彼には良かったんじゃないですかね。それでチェ・ヨンスっていう韓国のすごいセンターワードがいたんで、あいつはジェフで良かったと思いますし、で結局僕はチェ・ヨンスの下で学んだらみたいな感じの、フォワードだったらみたいな感じの秋田監督は話してたんですけど、僕はですね、いや違うと思ってですね、そしたら日本の中で最高のストライカーの一人だったんで、チェ・ヨンスは当時から、はい、そこと勝負してやろうと思ってでもそうでした、僕はもうそこに反骨心を持って、はい、フォワードやろうと思ってジェフに行ったんですよ。ジーコがマーキーって言った時がちょっとびっくりしましたけど、マーキーの時は自分なりにこう誰が残って誰が落ちていくっていう風に、まあ排除していくと、もしかしたら残るかな、まあでっかくて強いのも負けてたら必要なこともあるのかなみたいな、まあ実際にあのジーコが彼の名前言った時はやっぱドキッとしましたね。まあやっぱりそのぐらいの時、もうワールドカップに近かった時っていうのは、まあ代表にも選ばれてましたし、それなりに国内でも、まあ、点数取って結果も出してましたんで、まあ、ワールドカップ行くのかなっていう感覚はありましたけど、心のどっかにやっぱりちょっと悔しい気持ちと、まあ良かったねっていう、まあ、大半の気持ちがありましたけど、メッセージ送ったかな、ちょっとその記憶はあんまり覚えてないですね、はい。僕一人で見てたんですよ、
はい、まあ、一視聴者だったんで、その時はめちゃめちゃ着信とメールが山盛り来てたんですけど、そこから僕すぐ練習だったんですよ。夕方練習だったんで、オシムさんの時は全部無視したなっていう記憶があります。まあ、なんかこうワールドカップの発表があるまでにやるべきことをしっかりやったっていう自負はあったんですよ。なんかあんまり選ばれても選ばれなくても、そこまでの過程というか、そこまで自分がやってきたことに対してこれから先も成長できるなっていう、なんか自分の中で思いがあったんで、あんまりそんなに変わらなかったですね。ちょいちょい僕をライバル視するんですよ。はい、はい、だからなんかライバル視するような存在でもなかったと思うんですけど、僕に関してはですね。深井はすごいなと思ってましたから、ずっと4年間。でもプライスタイルも違いましたし、真似しようとは思わなかったんですけども、大学界の中でのスーパースターは深井だったんですよ。で、常に深井は1年生の時からやっぱりあのスタイルですし、見る人たちはすごく魅了するじゃないですか。で、僕はすっごいラッキーだったなと思ってて、深井と一緒に4年間できたのが、はい、だから深井の相方、もう一人の人でこうずっと割とこう注目をされたというか、深井ともう一人のでかいやつ、常にこう深井ともう一人のでかいやつで割とセットでこう世の中の人たちに認知してもらったりとか、プロの姿、深井を見に来て一緒に見てもらえるわけじゃないですか。それはすごくありがたかったですね。大学の難しいのは、毎年選手が変わっていくので、今の子たちはやっぱりボールをつなぐことは、まあ、上手なのかもしれないけど、昔の子たちの個性があったっていうのがいいのかな。今の子たちみんな同じタイプっていう。いやー、もう監督が言ったように、やっぱり平均的に何でもできる。僕らの時代はやっぱり、まあ、牧も含めて僕もそうですけど、頭は本当ヘディングが強いし頑張れるけど、足元下手だとか、まあ、僕みたいにドリブルはできるけど、まあ、パスが下手だったりとか、だからそういう選手たちが多かったのかなっていう感じは今やってて感じるんですけど、深いコーチやってるっていうのもあるので、まあ、気にしてます。あ、今日は勝ったなとか、結果は見てます、はい、ね、学生時代からそうでしたけども、まあ、面倒見もちゃんといいですし、よく周りも見えてますし、気づくんですよね。それはポジティブなことだけじゃなくて、ネガティブなことにも、だから怒られるとき一緒に行くとか、そういうのもそうじゃないですか、に対しても向き合える。やっぱり学生なんていいときだけじゃなくて、悪いときもたくさんありますし、問題もね、学生だからね、いろんな問題を起こしますよ。それはそういうときに、まあ、ちゃんと学生たちと向き合って話ができて、でやっぱりこう成長を促せれる。でたくさんやっぱりプロでいろんな経験してますし、深井は指導者向いてますよ、ね、一生懸命頑張って、駒澤大学をまた素晴らしい、大学に、していくために努力していきたいと思ってます。そのためにはね、まあ、学生の頑張りはもちろんですけど、皆さんの、ね、支援だったりとか、協力だったり応援だったりというものがすごく必要だと思いますので、ぜひとも、また駒澤大学サッカー部を、ね、応援していただければいいなと思います、はい、駒澤大学、まあ、サッカー部だけじゃなくて、いろんなスポーツみんな頑張ってますので、皆さんの母校ですので、ぜひ応援よろしくお願いしたいと思います。お願いします。OB、OGの皆さんには駒澤大学ってこう卒業してからも気になるわけですよ。僕も試合をチェックしたり、駅伝で名前が出てくると嬉しいじゃないですか。やっぱそういうつながりは大切にしたいなと思いますし、少なからず駒澤大学っていう名前でつながれますから、世の中の人とそういうつながり僕たくさんあるので、はい、なんでこれからもしっかりとね、つながっていきましょうっていうことをお伝えしたいなと思います。やっぱり大学時代の経験は
まあ、僕の人生の中であんまり言わないですけど、この話は、はい、すごく大きかった。多分誰も思ってなかったと思うんですよ。の駒澤で、まあ、秋田監督もそうでしたし、僕がプロになって試合に出て日本代表になってワールドカップに出るなんて多分誰も思ってなかったと思うんですけども、はい、まあ、監督もそうでしたけど、どうこうって言われても大学での4年間の仲間たちが、うん、の存在が大きかったですね。やってきたこと、サッカー以外のことも含めてですね。